はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルビシです。今回はプレイステーションのゲーム提督の決断するパワーアップキット真珠湾攻撃の続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、真珠湾に対して、正規空母赤城、加賀、そして飛龍、蒼龍という正規空母4空母で攻撃を仕掛けました。戦果を上げているものの、敵の艦隊、まあ主に戦艦になりますが、これの撃滅はまだできておらず、かつハワイの基地も健在という状況です。ただハワイの基地のですね、飛行場に対しては、壊滅的ダメージを与えてますので、この後は敵の艦隊、これの撃滅に注力をしていきたいと思います。ではハワイとその周辺の敵艦隊の状況を確認しておきたいと思います。ハワイ基地、ご覧のような状況ですね。おお、早くも飛行場直してきてるな。すぐにでも壊滅させた方がいいですけどね。詳細不明の艦隊と、あとは戦艦の艦隊、これが展開中というところです。なのでハワイに対してもう一度攻撃を仕掛けつつ、空母は、北へと進路を取りたいと思います。では時間を進めていきます。その本土の海域なんですが、まずマレー方面ですね。ここはシンガポール攻略に向けて今作戦の準備中です。シンガポール取れるとかなり大きいんですが、規模も大きい敵の基地なので、これに対してはですね、ヤマトを使っていきます。完成したばかりのヤマト、これを今シンガポールへと急行させています。で、その他交戦中の場所でいうとウェイキーですね。こちらまだ攻略が完了していないという状態です。このウェイキーを取るためにグアムを落とした第10艦隊、これを投入する予定で今補給しています。補給完了後にウェイキーへと出撃してもらって、このウェイキーを攻略している第4艦隊、この艦隊と連携をしてもらいます。第4艦隊司令不在なので、この際、誰か当て込みましょう。予備役の人間、伊藤誠一中将、このあたりちょっと第4艦隊任せましょうか。これでいきます。ではハワイ攻略戦ですね。この後時間は夜へと進んでいきますので、翌朝ハワイに対して空襲を仕掛ける、まあそういう作戦でいきたいと思います。さあ第二艦隊、つまり機動部隊ですね、これが敵艦隊捕捉している状態です。どこを狙うかですね。まずこちらの敵艦隊は空母戦艦なし、巡洋艦のみですね。であれば他を狙った方が良さそう。こちらは詳細不明。ちょっとスキップしてしまいましたね。次のターンで攻撃仕掛けていきたいと思います。では第二艦隊ですね。ここは予定通りハワイの基地攻撃を優先します。敵艦隊を取り逃す形になったとしても、ハワイという要衝、ここを押さえておきたいということで、前回は戦艦を含む敵の艦隊なのか、飛行場を含むハワイの基地なのか、散々迷った軟弱な対応してしまいましたが、いよいよ、ハワイ基地攻撃へと目標を絞りましょう。よってハワイに対して、空母から全艦攻撃隊を発艦させていきます。では攻撃隊がハワイ基地上空へと到達しましたので、戦闘を見ていきたいと思います。もうすでに、敵の艦隊はおそらくハワイから離れていると思いますので、敵のね、基地、特に、飛行場、このあたりを中心に、徹底的に攻撃を仕掛けていきたいと思います。さあ順調に来てますね。ではここから少し早送りでお届けしていきます。
はい、訪問をほぼ壊滅させましたね。飛行場も壊滅済みということなので、この後は中段爆撃を行いつつ、機銃相当も行って、守備隊を壊滅させて、このハワイ占領していきたいと思います。では、ハワイ攻撃隊第2波飛ばしていきます。ここも全艦出撃ですね。まあ数が少しずつ減ってきているので、できるだけ早期にこのハワイ取りたいところではあります。すでに敵飛行場は全部破壊済みなんですが、敵の艦隊がどうやらハワイ周辺に留まっているようなので、遭遇戦になるとですね、空母中心のこの第二艦隊は敵の戦艦の攻撃に対処する術がないので、できるだけアウトレンジ攻撃をしつつですね、ここぞというところで、占領部隊を揚陸していくということになるかと思います。はい、敵の守備隊66まで削りました。あと2回、3回と攻撃を加えれば、いよいよ突入戦ができそうですね。では、いよいよハワイ占領に向けて機動部隊をですね、ハワイ基地へと突入させていきます。具体的には行動で、攻撃、これハワイへと目標を変更します。で、揚陸戦を実行します。これでね、ハワイへと部隊を上陸させる。まあ、地上戦ですね。ハワイの地上戦をやっていこうと、そういうことになります。はい。先ほどご紹介していた第10艦隊を増援に出したウェイキーの攻略戦ですね。完了しました。ウェイキーが取れたので、サイパン、グアムへと艦隊は一時引き上げて、補給を行った後、次の作戦へと備えたいと思います。ウェイキーの攻略完了です。さあ、第2艦隊、ハワイの基地近くに接近したところで敵艦隊に遭遇しましたね。これ何としても逃げ切らないといけないんだけど。ドゥハ、巡洋艦。一隻、駆逐艦四隻を失いましたね。まあ、ただ空母健在、輸送船もまだ24残ってるので、このままハワイ基地攻略続行します。恐れていた敵艦隊に、発見されてしまったと。まあ、そういう状態ですね。さらに敵艦隊、第二艦隊に接近中。空母を守りきりたいところですね。ハワイ航空隊、ハワイの基地が回復してれば、実は2、3日間暴風雨のためにハワイの攻撃ができない状態が続いてました。この間にハワイの飛行場、少し回復させてましたね。米軍は。なので、再びこれを取るところからになりそうです。レイテは取りました。この王朝してフィリピン一帯を勢力圏内に入れて、シンガポール攻略の足固めをしていきたいと思います。まあ一番今心配なのはハワイの状況ですが、マレー方面、フィリピン方面も順調に進んでいます。では、いよいよ持って、このハワイ突入戦を行っていきましょう。全艦出撃。全機全艦出撃ですね。まずは飛行場を回復してきたものは破壊して、司令部、あとは守備隊、これも壊滅させていくと。まあ、そういう作戦になろうかと思います。砲台も、やっぱり回復はしてきてますね。ちゃんと直してきてる。これで飛行場は破壊。いい完了ですね。あとは陸戦隊をどれだけ、速やかに上陸させられるか、プラス敵の守備隊を機銃相当等でどれだけ削れるかですかね。今上がってる敵の直縁に関しては飛行場を破壊したので、次のターンには無効化できてる、無力化ですかね。できてるかなと思います。
はい、航空隊を12機ほど失いましたが、飛行場を破壊、守備隊も再び60まで削りました。なんとか次にですね、陸戦隊をハワイへと上陸させることができればいいかなと思います。さあ、ここが決戦場になりそうですね。敵の戦艦、含む大艦隊、これがハワイへと向かっている第二艦隊に迫ってきているというところです。うお、空母一隻失った。ちょっとどの空母を失ったかは確認しましょう。ちょっと痛いな。これもしかしたら赤城か加賀かを失っている可能性がちょっと高そうですね。赤城は残ってますが、加賀が撃沈されました。これによってどうだろう。ハワイを攻略するだけの十分な航空隊をもう残していないという可能性がありますね。加賀はですね、まあ、赤城に次ぐ航空機の搭載量を誇っていたので、これを失うと戦力が単純に4分の3以下になるということになります。ちょっと状況を見極めてハワイ攻略戦を諦めるかどうかちょっと考えましょうね。さらに、敵の攻撃を受けて第2艦隊、空母さらに喪失という状態になりました。ちょっとこれは作戦続行が厳しくなってきたので、そうですね、一旦作戦の練り直しをしたいと思います。ハワイを落とすには少し戦力が足りないかなぁと思うので、そうですね、とはいえこれハワイの近くに近寄ろうものなら航空隊の攻撃を受けてひどい目に遭うというのも分かっているので、そうですね、まあヤマトをやっぱり引っ張り出してきて、ヤマトとの連携作戦っていうのをちょっと視野に入れた方が良さそうですね。というわけで、ちょっと時間を巻き戻して次回リベンジ戦というのをやっていきたいと思います。